AV とかスプラッターとか、そのコンセプトっていうのはナイトメアっていうのを伺って、それは根本に自分がこう何か一つのジャンル、多分全然違うものが出来上がるんじゃないかって、まあ、私は思うんですよね。神様というか影響を与えてくれる人だと思ってて、最初はおおと思ったしね、まあ冗談かなって思うじゃないですか。まさに悪夢ですね、はい、悪夢ですね。2017年ぐらいに僕と、画家の中村ジョージっていう人と、あともう一人はちょっと名前言えない、はい、アーティストというかデザイナーがいて、その3人で中目黒で飲んでた時にブランドというか、まあ、T シャツ作ろうっていう感じでやらせていただいて、で西本イザマウスっていうブランドを、やろうかなと思ってやって。っていうのがきっかけなんですけど、私自身もいわゆる普通の小学生の男の子というか、漫画読んだりとかゲームしたりとか、なんか一番最初にすごいうわーって思ったのは、まあ、その当時ナイキのエアマックスがバーって出てきた時代、あの時に、まあ、いわゆるこうファッションっていうものに最初にこう出会った瞬間っていうのがそのあったり、ファッションとしてっていうよりはアイテムとして、まあなんていうのかな、こうガジェットとしてかっこいいと思ったんですよ。だそれって僕が当時遊んでたミニ四駆とかと同じで、で欲しいと思って、まあ、ちょっと気にするようになるじゃないですか。そうすると同級生の子たちから長峰くんおしゃれだねみたいな、かっこいいみたいに言われるようになるんですよ。で、あ、おしゃれだとこんな人からなんかあれしてもらえるんだみたいなのがあっていいなみたいな、そこから結構ファッションにのめり込んでいったっていう感じですかね。はい、確実にもう今でも続いてるのは音楽ですね。あと人で言うと30代時に出会ったスケートシングさんと、40代以降に今付き合ってるロスアプソンの山部圭司さんっていう、その2人は自分の中ではもう神様というか影響を与えてくれる人だと思ってて、あとは AV とかスプラッターとかサンリオとか、結構可愛いものが大好きなので、みんなのターボーと、ケロケロケロッピ、あと、まあ、ここに来てハンギョドンも好きになってきたんですけど、その2巨頭は5歳ぐらいから多分すごい好きだったんで、それはもう今も続いてるんで一番長いかもしれないですね。サンリオさんコラボはしたいんですけど、いつかはやってみたいなっていうのはありますね、はい。どんなブランドかっていうとちょっと、まあ、難しい部分はあるんですけど、まあ、自分がその幼少期から、まあ、現在に至るまで、なんかこう影響を受けた、まあ、様々な文化的な背景をと、まあ、今の、世の中みたいなのをこう合わせながらというか、バランスを取りながらこう自分なりにこう解釈したものを新しい形で、アップデートしながら、まあ、アウトプットしているっていうような形ですかね。はい、これまでの人生の中で影響を受けてきたカルチャーの部分が色濃く出てるんじゃないかなっていう、それって具体的にじゃあこれだよねっていうズバリなデザインじゃなかったとしても、なんとなくそう作ってるものをやってる人間がそういう感覚を持って作ったものって、なんとなくこう溢れ出るものっていうのが多分あると思うんですよ。それは例えば無地の T シャツ1枚でも、全然違うカルチャーを通ってきてる人間が無地の T シャツ作ってくださいって言ったら、多分全然違うものが出来上がるんじゃないかって、まあ、私は思うんですよね。だからそういった部分で、まあ、そういう雰囲気がちょっと出ているのかもしれないなと思いますけれども、はい、まあ、ちょっと分かんないですけど、例えばこうロックだったりグランジミュージックだったりとか、ああいうカルチャーを取ってきている人はやっぱボロボロがかっこよかったりするんですけど、こうヒップホップを取ってきているとピカピカのがかっこいいとか、なんかそういう違いも多分あると思うんですよね。もともとそういう文化があったってことを知った上で今はこうだよねってやるのと、全く知らないのとでは多分全然違うと思うんですよね。きっかけはもうタトゥーバーストっていう本を読んで、どれくらい痛いのかなっていうので、中学生の時に1万5000円ぐらいの
竹下通りで初めて入れたっていうのがあったんですけど、あ、これぐらいの痛みなんだっていうので、そこからでもタトゥーっていうのを時間を置いて25歳ぐらいの時に本格的に入れ始めて、今の、堀市のやすさんっていう方に出会って、そこから20年ぐらいですかね、その方にやってもらってるっていう感じなんですけれども、ただ自分はそのタトゥーに対してもう特に意味を持たないものだと思ってますし、タトゥーカルチャーも知らないですし、堀さんも知らないので、もうそのヤスさんと僕とでこう作り上げてるっていう感じのことをしてる。だから他の堀さんに入れてもらうっていうのも考えてないですし、ヤスさんが死んじゃったらそれは未完でもいいなとは思ってますし、その人の人間性の方がやっぱり好きで、まあ、その人のスキルもそうなんですけど、やっぱ何でも髪を切るヘアスタイリストの人とかももう僕は一人にしか決めてないですし、なんかそういうのが好きなんですよね。結局靴下はこことか、なんかもう自分でそういう決めちゃいたいっていうか、なんかあんまりブレることはないかなと思いますね。でも昔はブレてましたけどね、いろんなブランド着たりとか。でもそれも今につながってる気がして、ようやく自分のオリジナルを発見してきたかなって40代過ぎてって思いますけれどもね、はい。結構そのファッションに興味を持ってからはもう自分は、まあ、ある意味オタクみたいな、もう洋服が大好きで、もうアルバイトで稼いだお金全部そこにつぎ込んじゃうみたいな、他のものに一切興味ないみたいな、生活をずっと送ってきたんですけど、あ、ナイトクラブのカルチャー面白いなって思い出したのが、まあ、20代前半ぐらいの時で、そういうものが好きな友達に連れてってもらって、まあ、こんな世界があるんだって、なんかそっちの方がこう自分とこう価値観が共有できる、なんか同じようなものを持った人たちにすごいたくさん出会えたんですよね。だから、あ、毎週末こうどっかに夜遊びに行くようになったんですよ。でいろいろなところに顔を出してるうちに、まあ、どんどんこうつながりが増えてって、イベントのプロデューサーみたいなことをやり始めて、もともとその自分のファッションブランドを立ち上げたいっていう夢があったとかそういうわけではもう全くなくて、なんかいろんなことを重ねていくうちに自分のブランドを始めようかなって思い始めたっていう感じですかね、はい。一番最初にやらせてもらったのが今回は4回目で、だから何年だったんですかね、あれは2年前とかですかね。その時はまだ DJ で参加させてもらってみたいな感じで、ハチ君とは普通にクラブでハチ君で遊びに来てもらってて、それで、ね、共通の友人がいて、それで紹介していただいて、でそっから何度か一緒にこうクラブで飲ませてもらったりしてて、ハチ君から俺なんかもらって DJ よかったやってくれないかっていう。今回のショーだけに限ったことじゃないんですけれど、やっぱりこう いろいろな見せ方っていうのをしていきたいっていうのが自分の中にあって、まあ、それは根本に自分がこう何か一つのジャンル、特定のジャンルにだけ影響を受けたっていうわけじゃなくて、いろんなものにやっぱり影響を受けてきたし、今もそういったものが好きだし、それがじゃあ人から見たら真逆に見えるものかもしれないけど、自分の中では共通するものっていうのがやっぱあったりするんですね。だから全部好き、両方好きみたいな。だから その、まあ、それはこうファッションのスタイルだけじゃなくて、人種にしてもそうだし、性別にしてもそうだし、それはもう体つきにしてもそうだし、なんかこういろいろ幅広いところで見せたい。コンダクターっていうブランドはもうこうで、こういうジャンルで、こういう人たちに来てほしいっていう決まった何かっていうよりは、その人その人なりの見せ方ができた方が美しいと思うし、そういうものをやっぱ提案したいっていう思いがあって、まあ、今回はいつも以上に結構、まあ、モデルの雰囲気もかなり幅広く、そのコンセプトっていうのはナイトメアっていうのを伺って、そうですね、まあ、僕ら基本的にそういうなんていうんですか、おどろおどろしい曲ばっか作ってるんですけど、そうですね、ガラチ君から最初に注文いただいたのは日本昔話から始まって、こう後半で激しくなってとか、そういうイメージをバーって聞いて、その中は僕らのその持ってるトラックとかから一緒に選んでって組み合わせていきました。最初はおおっと思ったっすね、できるかなと思ったっすけど、でも詳しく聞いたら、その西本さんの演出とか聞いて、あ、そういうことだって思って、めちゃくちゃ面白そうだなと思って、全然スーッとできました。普段のヒップホップとかダンスミュージックよりはもうちょっとそのドラムを削ったりとか、
なんていうんですかね、少しシンプルにしてますね。あんまガチャガチャしすぎないようにというか、まあ、東京コレクションに参加をずっとしてたんですけど、今回初めて単独でショーをやることになったんですけど、今まではずっと東コレで発表してて、その時に前回の発表の時に西本さんが共通の知り合いを通じて、でそこでまあ初めてお会いして、まあなんか話をしてた時に西本さんが僕もショー出てみたいですみたいなことをおっしゃったんですよ。でまあ、冗談かなって思うじゃないですか。でああみたいな感じでその時は終わったんですけど、西本さんそういえばああいうふうに言ってたなって思い出して、その次の、発表の方法どうしようかなって考えてて、でなんか西本さんがショーをもし出るとなったらどういう演出がいいかなってことを考え始めたんですよ。そしたらその今日の発表の演出が思いついて、これいけるぞみたいな、これおもろいぞと思って西本さんに、この間の話なんですけど本当に出てくれますみたいな言ったら、やりたいですみたいな、嬉しいですって言ってくれて、で参加していただくことになったんですけども、いやもう最高最高ですよね。でも本当になんかやっぱその西本さんが僕もショー出たいですって言ってくださって、本当にと思ってたんで、ま、冗談かなと思ってたんですけど、まあ、そのもし西本さんが出てもらうってなったらどうしようかなって考えた上での演出だったりするんで、結構もう本当にショーの内容的にもすごい大事なキーパーソンではあったんで、すごい嬉しいです、出てもらえて。ありがとうございます。緊張はそんなやっぱり日頃からしないんで、まあ、そんなしなかったですけど、こう歩幅のタイミングとか、うん、なんかやっぱり難しいなっていうか、他のプロのモデルの方すごいなって思いながら、でここでこう寝てる時に富士君のビートが良すぎてちょっと踊りそうになったんですけどそれを我慢しながらちょっと瞑想してました。すごいいい思い出、なんか走馬灯に最後死ぬ前に出てくるような、いやそんな、いやそんなレベルでした。まさに悪夢ですね、はい、悪夢ですねすごい楽しかったです。